から豆って。あーすごいよ、やっぱそう、ダンブリーズって書いてる。これどんな世界なの？あの下のサザンブリーズって書かれてるテロップのところを、あの解除って押すので解除ってない、こっちにない。あ、これ、あ、じゃあ空豆ラジオってやってばいいの。あ、打ち込んだ空豆ラジオってですね。設定する。残り20秒ですよ。2、1、空豆ラジオ始まるよ。猫の空と犬の豆、9月6日木曜日、そら豆ラジオ始まりました。泣き虫サミシンガーのゆうきと、はい、ミキサーを務めますは私チェリー味のキャンティでございます。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。イエーイ今日もちょっとイケボを意識して参りたいと思います。イケボって何？イケボわかんないですか？わかんない。イケメンです。この、あー一応そのなんか先々週ぐらいからずっと言ってるじゃん、はい、イケボイケボって一応何かなって思ってた。イケに坊ちゃんとかって思ってたんですか？いやなんかなんだろう、なんかイケペイさんイケペイさんのなんか違う、なんか違うバージョンなのかなって思う。普通にイケボって言葉言うじゃないですか。言わないよ。言いますよ。言わない。言いますよ。うん、皆さん伝わってますよね、イケボってこと。みんな気づいてたかな、わかんないけど、私知らんかった。イケボ、あ、イケてるボイスのことね。略してイケボ。イケてるボイスとかイケメンボイスとか言いますか、ね、そうらしいです。じゃあなんか可愛いボイスはなんていうの？はい、かわぼ、かわいい、かわいい、かわいいボイス、かわいいボイス、聞いたことありますね。かわぼ、かわぼ、じゃあ私かわぼを目指します。かわぼを目指すなんかもっとなんか高い透明感のあるなんか声になりたいんですよ。アニメみたいな。なれるかな。なんかイメージで言えばミワとかどう、私からミワの声が出たらちょっと可愛くないですか？皆さんこんにちは。あ、上手だね。はぁ、ありがとう。ちょっとキモいちょっとキモい。僕が出せるから出せるんじゃないですか皆さんこんにちは。違う違う違う、こんなじゃない。なんかさ、もっと高く、腹から出る高い声がいいわけよ。こんな、皆さんこんにちは大塚さんがクロちゃんがゲストってよおーおー変な声、変な声って言うな変な声変な声って変な声。じゃあちょっとツイキャスも見てみましょうね。はいはい、大塚健二さん、間に合っちゃったんですね、ギリで。キャンムさん、キャンさんが愚痴ってる時にスタジオ入るパターンを確立してほしいですもうあの遅刻のね、あの日ね、30秒ぐらいしか遅刻してないんだけどねそれでもハーハーしてましたねだって階段駆け上ってきたのに。いいんですよ、そこは慌てなくて、ごめんなさいって言えばみんな許してくれますから。じゃあもうこれから毎回遅刻やってく？山内さんチクっときます山内さんも遅刻したりしない？あの人約束はすごい忘れるさ本人目の前にしてみてください。全然言える。この前だって来なかったもん、本音ラジオのあのなんだろう、解散会みたいな、来るって言って、はいはいはい、来なくて、あの高橋さんが怒っててそしたら、あ、忘れてた、しかも未だにいつかわからんしみたいないやいや終わったわみたいなっていうのがありましたね。僕はノーコメントでお願いしますだからもう私は
学んだんですよ。これから何か頼むときはとか言うときはもう山内さんじゃなくてとりあえずサッコさんに言えばいいんだって。わあ、なるほど。まあ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 、まあ、そうそう、同じ部類かな。サッコさん最近会ってないけど元気かな。そんな感じで次は雨男レイニーさん、ゆうきちゃん、チェリー味のキャンティーくん、こんにちは。東京は暗くなってきました。もう暗いんだね。まだ6時なのに。沖縄はまだ全然明るいですね。うん、明るい。ちょっとね天気は悪いけど、まあ、でもさすがに9月ですからね、暗くなるのも早くなりましたね。でも6時半とかかな、7時とか、7時までギリギリちょっと明るいかなぐらいですかね。でも6時とかさ、でも結構さ早いよね、内地って暗くなるの。はい、5時とかの時もあるよね、はい、なんか不安になる、そんな時間に暗くなったら。あー、うん、あー、まあだからいつもと違いますからね。そうそう、帰らなきゃみたいな、なんかね帰らないといけない雰囲気になり、だからあれですよ、本土の人からしたら、うんうん、沖縄の人が夕方この7時ぐらいにジョギングしてるっていうイメージが、なんかこの夜中真っ暗の時にジョギングしてる、危ないみたいな、ああって思ってんのって思ってる人が多いと思いますよ。でも昨日私行ったよ、7時8時ぐらいに。まあ大体そんなもんですよね。ね、沖縄はいっぱいいるよね。はい、そうなんだ。向こうからしたら結構遅い時間らしい。確かになんかお店とかもすごい早く閉まるんでしょ。逆に早く開いたりもしますよ、居酒屋とかが。あー、なるほど、ね、それこそ5時4時ぐらいから開いてたり。最高。まあ開いてたり、沖縄も開いてたりはするけどね。まあ場所によるんですよ。沖縄もさ最近居酒屋閉まるの早いんじゃない。あー、場所によって早い、ね、私悲しい。だってもうさ1時とか12時に閉まるわけよ、はい、平日とかね。昔はなんか4時5時まで当たり前だったのに、なんかじゃあこの後どうすればいいのって。ゆっくり飲める場所がなくなりましたね。そうね、しかも沖縄って飲む時間遅いじゃん。はい、何か終わって仕事終わって、だからねライブ後とかの打ち上げにねすごい困る。私は一時会で帰るとかちょっとありえないしっていう悩み。そしてシュプリームさん、こんばんは。初見のなんとかからスティックです。これなんて読む、やぶ、ん、もう漢字読めないって言ってるさちゃんと振りがなくってこれなんて読むんですか。ノーコメントで。あ、ダメなやつ。ノーコメントで。ダメなやつか。ダメではないですよ。ダメじゃない。これ読む、読めません、読めない。巻きかやぶか、まあちょっと流しとこうね。で、おつかさんのさっき読んで、アメ男さんがヘリウム吸いましたって、多分さっきのあのあれだね、クロちゃん。ああ、僕の声ですね。うんうん、僕結構高い声出すの得意なんですよ。あ、そうなの。昔から。あ、でも高そうな声出そうな顔してるね。X ジャパンとか歌うの得意ですね。ああ、いいね。カラオケで。あ、カラオケで。そういうの歌うんだ。精密採点で、96点台ぐらい出したことあります。エンドレスレイン。へえ、だ、歌ってみて今ですかそれ歌声聞いたことないなと思っていや、あの、やめときましょう。スタッフが歌ってもね誰も喜ばないんで。そう、はい、そこはやっぱりアーティストさんに歌ってほしいな。だってこの前私ギター持ってきたら早く川柳やろうって言われたからもう持ってこねえと思った。日頃のお金ですよ、日頃のお金ですよ。ほらレイニーさんが歌ってってよ。それはあの入社人じゃないですね。歌って。私ギター持ったら川柳やろうって言われるから。ゆきちゃん歌ってーって。じゃあ皆さんぜひ空豆ライブに遊びに来てください。あ、そう、終わったわ今日空豆ライブ。はいはいはい、見ましたよ。先週の土曜日か。めっちゃ楽しかった。今回盛り上がったみたいですね。うん、いつも盛り上がるんだけどさあのお父さんがなんか空豆うちわ作ってきてて、なんかバカみたいになんか空豆うちわ振ってて、ね、それをねあのフェイスブックとかに上げたんですけど、そんな感じでワイ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 楽しかったし、なんか私も歌いながら号泣してまたですか。またじゃ今までは結構 MC とかで泣いてたんだけど、なんか歌いながら、歌いながら涙が溢れてきて、そう、なんかねすごいこの自分になんていう、自分にマッチしてる歌があるんですよ。
まあ自分で作ったから当たり前なんですけど、でその現状と合うんですよね、その歌詞と、うん、このライブで歌ってる時の現状が毎回毎回そう、それで泣いて、しかもみんな泣くんですよ、それ聞いてたら。だから泣きそうって思ってるのにパッてお客さん見たらお客さんもみんな泣いてるから、それ見てさらに泣くっていうやつ、悪循環で、今までで一番泣いたかもしれない、歌いながら。歌には影響出ませんでした？え、めっちゃ出ますよダメじゃん、なんかふーみたいな、もうなんか声ギリギリ声になってるかなぐらいでも確か誰でしたっけ、美空ひばりさんでしたっけ、うんうん、泣きながら歌っても歌に全然影響が出ない。へー、あ、じゃあ綺麗に泣くんですね。まあ、あの普通人って涙流すと、うん、まあ、鼻に来たりとか、うん、やっぱ喉にも影響出るじゃないですか、うん、同じく血が上がってるんで、うんうん、でもだから美空ひばりさんは歌いながら涙だけ流すらしいです。へー、その練習しようかな。もう私なんかってなるんですよ感情的になりすぎる。あ、そうそうそう、それだから涙を凍りつくこうパフォーマンスとして捉えるのであれば、やはり、あ、でもパフォーマンスってやったらなんかうさんくさくないでもとりあえず見てほしい、その泣いてるライブを、ライブを、うん、まあ、その涙でね、みんなの涙を誘い、どうしよう、いつもの見てるからね、本当に泣けるかなでこんなだから泣くわけさ。あー、なるほど。そう、こんななのに、はっ、ゆうき、なんかいろいろ頑張ってんだなみたいな、こんなしてなんかバカじらしてるけどいろいろ考えてんだなって、近ければ近い人ほど泣くで、なんかね、妹が今静岡から帰ってきてて、ちょうど先週で初めてライブを見てもらえたんですよね、その時に。で妹もその曲を聴いてね、めっちゃ泣いてた。で妹の友達も泣いてて、なんかおえつあげながら泣いてたって言ってたもう私もそんな感じで泣いてた。でも楽しかったよ、いつかぜひ。まあ本当に行きたいんですよ僕は。うんうんうん、ただただ酷使されてるんですね、はい、FM ギノワンに山内さんに言っときますよ、じゃあちょっとゆうきさんのライブ行くんでお休みください。もうむしろさ、今度のさレコ発ライブはさ、あれしようよ、 FM ギノワン定休日タイアップ、うん、いいんじゃない、大きくほらフライヤーに載せるから FM ギノワンのあのマーク、どうですか、山内さんに直接交渉でお願いで15日に1アルバイトの僕には何も権限はございませんいや別にキャンティーのポケットマネーからでもいいんですけどね、全部。じゃ あのここでメールが来ているので紹介させていただきたいと思います。姉ちゃん、リスちゃんさん、あ、リスちゃんさん、イケボイコールイケズボケイケズボケイケボイコール池袋ぼったくりパブどんなパブやねんイケボイコール池上彰の警棒棒にチャレンジリスちゃん頑張ってるね、いっぱいテーマイケボ、イケブ、イケボとはいけないボーイズラブの略。あ、じゃあなんか何でもあるね考えてみたらねいやだって略称ってそんなものじゃないですか、何でもまたはめ切れますよ。うん、すごい、こんなにありがとう、リスちゃん。はい、ではこちらで進撃のめいちゃんさんからもリクエストいただいております。メッセージからお読みしますね、うん、北海道の皆様へ、コロナからという、そう、大丈夫かなって思ってたら、ちょうど函館さんからもツイキャス来た。ゆうきちゃんとキャンさん、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日本当にびっくりしましたよねと、うん、まさかの北海道に地震発生、うんうんうん、なかなか北海道で地震って聞いたことがないし、うん、本当に心配しています。各番組の、テレビ局が独自に用つべで配信されていますが、うんうん、まあ、要は YouTube で配信されていますが、うんうん、ということで本当に心配しております。今回北海道地震に被害に遭われた皆様にお悔やみ申し上げます。できたら SNS での、災害情報のデマ流さないでいただけたら嬉しいですよね、うん、音楽だけでも元気になってくれたら嬉しいですということで、うん、その、メッセージを込めてでしょうかね、リクエストいくつかいただいているので、うんうん、後で流したいと思います。あ、じゃあ後でかけようね。はい、はい、ありがとうございます。そうだからね、北海道で地震があって
て、で函館さん大丈夫かなってすごい思ってたんですよ。でラジオで確認しようと思ったらツイキャスでコメントくれて、はい、函館さん生らやばい、深夜3時からまだ停電中、明日もてって、やっぱでも無事ではあるんですね函館さん。ご無事で何よりです。うん、やはり今回デマもあるようで。何だよデマってどういうこと、どういうの流されてんの。嘘情報ですよ要は。先ほど読んだニュースによると、うんうん、札幌市内の全域が停電している模様ですみたいな、うんうん、SNS での発信があるようなんですが、うん、全域ではないらしいですね。なのでこういった不確かな情報、デマ情報とか心配しちゃう、しちゃうので、そういった情報は本当に控えていただきたいと。遊び半分でこんないたずらする人たちに向けてはですね、本当に、うんうん、人の生命に関わることもありますので、うんうんうん、やめていただきたいと、そうね、強く言いたいと思います、はいはい、お願いします。でもよかった函館さん無事で。でも明日まで停電ってつらいね。だって北海道だったら もっと暗いってことでしょ。もうこの時間とか当たり前に。そうです、もう当たり前に暗いですよ。しかもなんか水もね断水してて、はい、ね、大丈夫なのかな、心配です。うん、あと大塚さんからリクエストで玉置浩二さんの正義の味方もあったらお願いしますと来てるので、はい、ぜひお願いいたします。あとですね、うん、北野リスさんからもメッセージ来ております、うんうん、泣き虫サムシンガーゆうきさん、はい、ゆうきさんに言葉のニュアンス伝わらないキャンティー、お疲れ様です。ゆうきさん、そろそろ周りの対応が冷たくなりそうな予感、気をつけてね。大丈夫、もう冷たくなったら新しい暖かい居場所を探して行くだけなので。僕そんな冷たい態度取ってないですけどね。それがリスナーさんに伝わってるってことなんじゃないですか。あ、でもいつも温かく見守ってるじゃないですか。そうは見えないってことなんじゃないですか。いやいやいや、あ、でもね今日もねカフェラテ買ってもらいました。そういうのはいらないです。そういうのはいらないです。眠そうにしてたら。そういうのはいらないです。はい、なんか口説いてるみたいな。裏で実はこんなことしてるんやねみたいな。そんなのいらないです。じゃあ北のリスちゃんさんはどこに住んでるんですかね。そうですね、お住まい北だから北海道とかじゃないかな。大丈夫かな。大丈夫ですかね。勝手なあれだけどね。北ってついてたらみんな北なのかなって思う。しかもねこの番組ねリスちゃんとリスさんがいるんですよね。そうなんです。すごいですよね。リスちゃんと北のリスさんがいる。そうすごいなと思って。なかなかリスで被ることってないじゃん。なかなかないですけどね。そうそう、面白い。もういつもいつもありがとうございます、リスブラザーズ。面白い。函館さんが、うんうん、SNS 全て通信障害。あ、そうなんだ。それもね、Wi-Fi とか使える場所も限られてるはずですから、ね、そうだよね。全部だってそういうね電子系統もやられてるもんね、うん、きっと。携帯電話の電波塔とかはおそらく倒壊してる場所もあると思うので、やはりちゃんと通じる場所っていうのは限られてくるはずなので、ね、皆さん正しい情報には注意されてください。大塚さんが停電は厳しいですよね。冷凍食品エアコンなどもありますからね、うん、そうだね。でもまだ真冬とかじゃなくてよかったよね。あ、もう本当そうですよね。それ思った。北海道の真冬、真冬でさ、もう地震来てさ、雪もあってさ、ね、確かにそれ考えるとちょっと恐ろしいですね、うんうん、それ怖いなってすごい思っちゃった、うん、今はね9月だからね、まあ雪はないけど、でもそれでもね大変だからね、うん、だってしかも何日か前はほら大阪にね台風が来てたじゃないですか。はい、だから台風あってそのすぐまた地震あって、なんかどうしちゃったんだろうっていう感じよね。まあたまたまですよ。騒がしいね。こういうものには関連性はないですから。うん、そうなの。はい、特に今回台風の方も結構被害大きかったんで、ね、なんか台風っぽくなかったね。台風、まあ台風なんだろうけど、うん、なんかすごかったよね。みんな
無事でいてほしいですね。大塚さんが阪神淡路がそうでしたからねって。寒い時期です。何月だったかな。3月4月2月2月とか結構早い段階じゃなかったですかね、うん、年の、うんうん、あ、そっか、東北は3月でしたね。うん、そっか、 3.11、 はい、へえ。もうなんかね、いつ何が起こるか分かんないから、なんかちゃんと対策とかもしっかりしとかなきゃなって思います。そうですよ、やはり自分で備えることが大事ですからね。うんうん、しかもなんかね、今から対策しようって思っても遅かったりね、でその対策中に風で煽られたりね、台風だったらしちゃうから、それがね、しかもお年寄りとかはね、はい、やっぱね、なんかね、大変だよね。沖縄の皆さんは台風はしっかり対策できると思うんですけど、うん、やはり地震の対策っていうのは非常に、うん、ね、足りないと思うので、皆さんそういったものもちょっと注意されていただきたいなとは思いますね、うんうん、しかも地震ってさ、いつ来るか分かんないもんね。台風は来るよ来るよって言われるから対策できるけどね、はい、地震ってもう気づいたら揺れちゃってるもんね。地震をもう本当に備えておくしか方法がないんですから、うん、本当ね、いつ来るかも分からないからね。本当に分かんないですよ、沖縄、地震が起こるかもしれないし、うんうん、火山がいきなり海底火山が噴火するかも分かんないじゃないですか、うんうん、日本なんてどこにできてもおかしくないんで、うん、なんか沖縄はなかなか地震がないからね、はい、なんかあんまりね、感覚がないけどね。そうですね、だからちょっと震度3とかでもおーってなったりしますもんね。そうですね、今一番危険視されている南海トラフっていう地震は聞いたことありますか、うん、日本の西日本の方で起こる大きな地震なんですけど、うん、この海溝型地震は実は琉球海溝までつながっていて、沖縄にも影響を与える可能性がちょっと最新論文では出てきてるんですよ、うんうんうん、なので沖縄とてやはり日本の一部であり、うんうん、まあ、地震とかの影響はある地域なので、やはり皆さん備えた方がいいではありますよね。そうね、気をつけよう。しかもなんか沖縄って津波来たら沈むっていうじゃないですか。海溝が近いんで、まあ、土砂崩れとかで、まあ、土砂というかこの実際にプレート自体が崩れてしまうと沈む可能性もありますよということですけど、そこまで大きな問題ではないです。うん、で沖縄本島は海抜も高いですから、そうなの、避難する場所は結構あります。ああ、そうなんだ。だからそういった不安よりも日頃、まあ、地震が起きた時にじゃあどうするか、生き残りました、食料どうするかとか、うん、その後の生活どうするか。島国だからね。そうなんです、そこが一番重要なので、届かなかったらね、すぐ尽きちゃうよね、はい。他の地域と違ってボランティアも物資も沖縄の場合は他から届きにくい場所なので、うんうん、そういった想定はしてた方がいいと思います。そうだね、いろいろ考えなきゃな、はい、沖縄もね、はい、これを機に皆さんね、はい、自分たちの生活も見直してみてください、うん、そうしましょう。はい、はい、函館さんがスクワットでもやるかなって、ツイキャス途切れ途切れって。あー、電波がね。スクワットで発音できたらいいんですけど、ね、スクワットで北海道を元気にするか。スクワットで、うん、みんなで、そうそう、スクワットで元気に、みんなでスクワットで電力を送って、そういいね、スクワットが電力とかになったらいいね。技術としてありはするんですけどね。あ、そうなの。振動発電とかいろいろあったりするんで、いいねいいね、そういうのがもっと発達してくれたらね、うんうん、そういうこともできるんでしょうけど、うんうん、で大塚さんも、そうですね、いつ何が起こるかわからないから人とつながっていたいですねって、うん、それでもいつか帰れる希望があるから頑張れる、帰れないようなものは作っては絶対いけないと思うって、うん、本当ね、何があるかわかんないからね、うん、なんかだからあれよね、なんか大切な人にはちゃんとね、日頃のね、感謝の気持ちを伝えて、一緒にいたい人は一緒にいて、自分のやりたいことはやっとくべきよね。別れは突然ですからね。そう、明日やろう明日やろうって思ってて、今日ぽっくり行っちゃうかもしれないから、はい、私はそうそうそう、それを課題ですね。うん、本当後悔しないように、みんなも一緒に頑張ろう。でもスクワットは多分やらんはず。はい、出ました、やらない発言。はーい、はーい、もうスクワットはもう後悔しないはず、あんまり。いやいやいや、このままぽっくり言っても。じゃあ腕立て伏せに切り替えましょうか。いやだ、最近僕のハマってるのは腕立て伏せ。
あの NHK の、うんうん、あのみんなで筋肉体操っていう新しい番組があるんですけど、へえ、すごいハマってます。あら、素敵な番組始まったなと思って。へえ、筋肉は裏切らない、まさにその通りだ。そうなのか、裏切らないのか。筋肉は裏切らないですよ。努力なんてね、裏切ることありますけど、うん、努力はそうだね、難しいね。努力は裏切ることもありますけど、筋肉は裏切らないですよ。うん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 。ということでメッセージ来ております。はい、北のリスさんから。あ、リスさん。茹でる想い体中感じて。大地震で涙ということです。うん。びっくりした。なんか歌からのいきなりのちょっと真剣コメント。はい。そうだったね。だってもうちょっと真剣に歌ってほしかった。でもなんか貴重な生歌がキャンティーさんの、まさか聴けるとは。まあでも、うん、本当に自分たちからしたら経験のない揺れですからね、うん、沖縄に。そうね、震度6とかって。あ、訂正されて7になった。あ、そうなの。はい、あの最大震度7という。うーん、だから、熊本の時と一緒ですね。うんうんうん。熊本も最初震度6強って言われてたのが修正されて、益城町、うんうん、震度7に修正されてますから。うーん、もしかしたら今回の、北海道の地震においては、そうですね、この被害に比べるとマグニチュード小さいので、あ、これがどうなるのかっていうのが今後。どういうことどうなるのかって。マグニチュード 6.4 で震源が40キロの深さってやってるんですけど、うんうん、これってこんなに揺れる地震ではなかなかないんですよ。なのでエネルギーの大きさとしては小さいので、もう少しもしかしたら、そうです、修正される可能性が。10キロとかだったら十分あり得るんですけど、40キロって結構深いので。うーん、でもあんなにね、被害もね。そうなんです。で、範囲も広かったんで、うん、青森とかも揺れてるじゃないですか。うん、だからちょっと気になる、今回の地震なんかいつもと違うなっていうのは、そういった情報からも思うところがありますね。そうだね。うーん、そうなのね。はい。あのツイキャスが、はい、あのレニーさんが XJAPAN の曲をメールしたら歌ってもらえるというヒント。大塚さんがキャンさんはやる男です。皆さんぜひお待ちしてます。いやいやいや。あのそのまま歌詞をコピペしてあのメールして。僕に そんなに XJAPAN を歌ってほしいんですか。いいねいいね。いやいやいや、だってあれ96点だった、何点だった。それ聞きたいですよね、セミツ採点96点の歌声。バックで安室ちゃん流れてるのに。XJAPAN。止めますよ、止めますよ、安室ちゃん。でも大塚さんがそれを思ってくれるなら、川柳優秀な人を招待は、招待された人は後悔、てんてんてん、なんかごめん。いや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 。だからね、それで、まあ、招待されて来れないことをね、後悔するんじゃないですか。あ、言っときゃよかったよ、空豆ライブみたいなね。そうなるんだよ、待ってるよ大塚さん。しかもさ、なんかいいこと考えたってば。はいはい。あのさ、あの CD 作るじゃないですか私。はい。で CD をあの1000枚は作る予定なんですよ。で作ったら、なんかもうこの沖縄を出て、この路上ライブの旅に出たくて、CD 持って、CD とギター持って、それで1000枚売るまで沖縄帰れませんやろうと思って。めっちゃ楽しそうじゃない？面白そうですね。めっちゃ楽しいよね絶対。そしたらだってみんなに会いに行けるじゃん、このリスナーの内地にいる方たちとも。いやもういいじゃないですか。うん、そうだから、やろうと思ってるっていうのを 2,3 日前に思い出して、はい、早くみんなに言わなきゃってちょっとそわそわしてた。皆さん聞きましたよね、これ残りますからね。いつになったらやるんだってことで、あの3月スタートも決めてる。あ、もうスタートも決めてるんですか。スタート決めてる。3月の静岡から。これは楽しみですよ。うん、そう、あのね。いや、ケンジさん、この放送は今月いっぱいですねって。まだ CD できないの。あの CD これから一応バンド音源は
できて、そこから細かい音を作りしてって、そこからボーカル入れなんですよ、うん、でそれ10月までに終わらせて、まあ、あとはなんか印刷物やら何やらやって、 CD